いやあ、刹那圭介だよ。今回は新しいフリーゲームっていうか、結構有名やし、公開されてから結構経つようなフリーゲームですが、まあいいや。記憶少女 The End をやっていきたいと思います。記憶少女シリーズの最終作。まあ、The End って言うからにはね、誰かが The End するんじゃないかなって思いますが、記憶少女シリーズ第3作に当たるんかな、確か。記憶少女会えなくてから続く第3作目の最終作ってわけですね。前作と前々作はもう実況済みなんですが、まあだいぶ実況始めてすぐの頃にやったんで、すっごいトーク力がない頃の実況なんですが、まあよければ見てください。ここに再生リストに飛ぶためのボタンを置いておきますんでよくやるパターンですけど、よし、あげます。始めまーから。何これ、夕方から始まるん？なんかちょっとコンソメスープみたいな空ですね。いつか見ていたこの風景、誰かと見ていた、いつか何気ない会話、誰かとの何気ない会話、でもいつなのか思い出せない、誰だとか思い出せない、どんな会話だったのか思い出せない、思い出せるのはこの白い花だけ。とても大切な人なのに、とても大事な時間だったのに、それなのに思い出せない。思い出せない。なぜちょっと開けた？思い出せない。ちょっとなんで開けたん？お？あ、これ、前作とかにできたカエルやないか。久しぶり。こんばんは、ケロー！ようこそ、ケロケロの前へ！おう、久しぶり、お前。ではまず、あなたの名前を教えてほしいケロー。俺の名前、お前、いきなり現れた人に名前を教えるほど俺は人、お人よしじゃないぞ、お前。せつけいや、覚えとけ。せつけいで合ってるケロか？あ、間違えた。わかったケロ。もう一度教えてほしいケロ。せつけいイコール星や。スターや、俺は。実況界のスターやけんな。せつけいイコールスターで合ってるケロか？うん。オイルはこのゲームで設定イコール星をサポートするセーブガエルという種族ケロ。あ、おったおった、そういうセーブガエルってやつ前作と前々作におったわ。お、また今回もお前がセーブポイントになってくれるんか、楽しみやの。よかったらオイラに名前をつけてほしいケロ。オッケー、本当につけてくれるケロか、嬉しいケロ。いい名前つけてケロ。おお、任せとけ。ジパング、ジパング、いい名前ケロ。うわー、なんか俺このカエルに愛着つけたくて、すっげえかっこいい名前つけてしまった。ボケようと思ったのに結構かっこいい名前にしてしまった。セスケイコールスター、ありがとうケロ。あー、なんかめちゃくちゃ好かれとるよこれ。めちゃくちゃ気に入ってくれとるみたいね。よかった、さすが俺スターやわ。では早速セスケイコールスターを案内するケロ。もうイコールスター読むやめよう自分でついておきながらちょっと面倒くさになってきた。ちゃんとついてくれるけどよ。わかったわかった、問題ないよ。後ろ姿かわいいな。どっかの地方のゆるキャラにしてあげようか。第1章のオープニング、あ、これ第何章とかあるんじゃ。飛ばすわけにはいかんよそんなん。おお、ドッダーンとか言いながらちょっとスタッフの名前、協力者の名前がどんどん出てきます。ダッダーンなんかあるよね、妖怪ウォッチでも、バクロバーがさ、なんか登場した時に第一声目がババーンって言うけど、そんな感じなんかな。バクロガエルだったんかなあれって。あのセーブガエルってバクロガエルみたいな、妖怪バクロガエルみたいな、バクロバーのカエル版みたいな感じだったんかな。あ、でもあれか、バクロバーって飛び跳ね方が変えるやもんな。お断り。この作品はフィクションであり、実在の地名。読み切れんかった。半分も読み切れん。記憶少女。ジ・エンド。ザ・エンドって読んだら、バカみたいなのでやめましょう。えっ、いきなりビンタされた。うわぁ。うおぉ。別、なんなんだよ。おめえは。親の言うことも聞けず、展開早いな。
私の幸せ、幸せがよくもよくもやってくれたわね。ねえ、どうしてお母さんの邪魔するの？さっきいつも言ってるのなのに、どうしてよ。あなたたちと幸せにしたぜ。あげるおめでとう。もう私の娘じゃない。まずさ、説明入れてほしいです。ここがどこなのか、君たちは誰なのか。ねえ、服を脱いでベッドに横たわってくれる？あー、あかん、これ R18 して、言っていいことはしないからね。ちょっとカメラ、いや、あかん、撮影入った、 R18 だ、撮影入った。これもう視聴者さんに R18 ですって最初に入れなあかんやないかな。あなただけは受け入れなければない、あなただけは表紙にならなければいけない、たとえ私がなくなっても。ブチー、あーデュデューン、あーデュデューン、あーいやー、はあ、はあ、まず言わせてください。どういうコメントをすれば満足ですか？今のはさ、コメントしようとするね、実況者だから、うん、すごいねとしか言いようがないね。またこの夢、このマキちゃんっていうが主人公なんやな。うわ、このショートヘア、このショートヘア可愛らしいな。うわ、やべえな。また、まだこんな時間。今の声でアミを起こしちゃったかな？アミ、起こしちゃったかな？ごめんね、アミ。うにゃー、眠、眠、起きてないよ。ずー。まさに起きとるかのごとくの返事です。起きちゃったよね。うん、起きちゃった。起きとった、今のごまかしだな。まあ、ちゃんと返事してしまうと思う。それより大丈夫？見るからにしてこれ双子か、もしかして。最近ずっとうなされているみたいだけど。うん、あ、なんかそうでもないような気がしたけど、ちょっと双子っぽく見えたけど、そうでもないような気がしたけど。うん、大丈夫。ちょっと怖い夢を見ただけからだけど、怖くならないように一緒にその地のベッドで寝てあげようか。そこまでガキ扱いせんでもいいだろう。いいよアミ、大丈夫だから。いいんだよ、無理しなくても、いいんだよ、無理しなくても。アミちゃん、その歌何？朝まで楽しいお話しして、雨が怖いことなんか吹き飛ばしてあげちゃうんだから。それだと雨が睡眠取れなくなっちゃうからダメだよ。あと雨、それめちゃくちゃ音痴ね。確かにそうだ。未来の世界の猫型のロボットでもいればよく寝るドロログ出してもらえるのね。パパ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 マキ、怖くなったらいつでもこっちに来ていいよ。アキがギューって抱きしめてあげる。ありがとう、アミ。何気に左下にジパングおるし、ジパングと黄色いジパングおるし。チャプターセーブ、セーブ決定キー、見る、メニューキー。セーブしました。神隠し、大将、神隠しだぞ。神隠し、いきなり誰かおらんようになる、どっちかおらんようになるパターンのやつでこれ。もう見えに目に見えとるよ。もう記憶少女ってそういう展開多いよ。おーい、2人とも朝ごはんできてから早くしたい、おいでおいで。あ、はーい。歩く、まあそれはわかるよ。まあわかるわ、それぐらい基本じゃ基本。キーボードエンターで対象となる、多分 Z でもできるんだろうな。あ、 Z でもできるよね。ほーら、
アミンも早く起きて。もう朝だよ。おにゃー、マキさんの胸はたまりませんな。おっさんかお前は。アミっていう名前のおっさんなんかな。もう何の夢見てるの。え、マキちゃんがおっぱいめっちゃボイーンってなった時の夢じゃない。私先にご飯食べてるからね。そう言わせるってことは、アキちゃん今どんだけおっぱいでかいん。7月29日が今日、1996年。実在したら、この世界に俺が実在したらまだ3歳ですよ。そんな時代なん。へえ。なぜか30日に丸がついてる。誕生日かな、どっちかの誕生日かな。絶対上アイドルだよね。上の絵アイドルだよね。マキちゃんかアミちゃんかがどっちかが好きなんだろうね。で、セーブ回路に話しかけたらセーブできる。セーブ回路というぬいぐるみがある。あ、まだセーブできるのじゃ。こっちはセーブ回路妻というぬいぐるみがある。前朝かおったわ、妻。そういや、ジパングに妻おったんじゃ。ジパングの妻の方には名前付けさせてもらえるのやな。机が2つ。みんなで食べるはずだったおやつが入っているやって。まったく、アミアンめ。アミアンってなんだ。エイリアンみたいに言うなよ。まあ、こっちは普通やな。オッケー。飯じゃ飯じゃ。今日の朝ごはんなんじゃ。おっと、まだ。まだ食卓の方行ってない。本当なに、月刊ガングリート増刊。ガングリートって何？なんなん？もしかしてサバゲーとかに使う系のエアガン系のやつな。ガングリードって意外な趣味がいいよやな。天才の大冒険シリーズの第8巻まであるんやな。あ、電話や。絶対これあかんよ。ほら見てみ、ベルの音が最近不調になってきてるってか、もう完全になんかピリリリーンってなるパターンのやつや。いつか、はい、もしもしって出たら、えらいことになるんよ。え、ああ、顔洗いよるわ。音リアルやな。顔洗った。よし。あ、もしかしてさ、そのまま行ったら顔洗ってきなさいって言われるかな。セイコさん。ふわー。すごく眠たいわ。仕事するの嫌になっちゃうわ。いきなり仕事嫌発言しちゃった、この人。さ、この動画見る人の中にもさ、ニートとかそういう人もおるかもしれんのですけど、そういう人に対しての描写をかけるようなことをやめてください。二人とも昨日の夜はちゃんと眠れたかしら。暑くて寝苦しかったけど、アミ平気だったよ。あら、そう。私は昨日寝苦しかったんだけどな。マキはどうだったのかしら。あ、うん、ちゃんと眠れたよ。あら、ほんと、それならよかったわ。勉強に支障をきたすといけないしね。はぁ、今日も仕事ね。毎日家事と仕事で嫌になるわ。娘の前でそんなこと言っちゃダメ、お母さん。てか、これは母子家庭ってやつかな。お父さんおらんパターンのやつか。今何時かしら。ちょっと、もう8時よ。2人とも早く学校行けないと遅刻するわよ。はあ、うわあ、うわあ、早くしたいと遅刻しちゃうよ。アミ、早くご飯食べて。今日の一つ目の補習は、あの陽子先生の英語の授業だよ。補習受けてんのかよ。あ、そうだった。今日、陽子先生の英語の授業じゃん。課題やってないよ。やれよ、お前。それまずいよ。だってあの陽子先生だよ。すっごく怒られるよ。陽子先生めっちゃ怖いんじゃん。女性の名前っぽいけど。急いで学校を終わらせるよ。アミの宿題を手伝ってくれるような未来の猫型のロボットはここにいないんだからね。またその話か。あー。お母さん、ごちそうさま。いつまで食いよったんや。いつまで食いよったんや。さあ、子さん、ごちそうさまでした。あ、マキーの方が、あれなんじゃ。あれ、養子に、こっちに住んだ、まあ、家と、なんつうか、居候みたいな感じなんじゃ。はーい。車に気をつけるんだよ。ふふふ。毎朝慌ただしいんだから。本当、二人とも本当の姉妹みたいね。
マキがお姉さんで、アミがその妹。ふふふ、なんだか面白い。不思議ね。そうか。あ、マキがこの家に来て、もう10年になるのね。マキ、少しずつでいいから、記憶が戻っている、来ているといいけど。マキが記憶少女になるんか、もしかしてこれ。そんな展開になりそうな気がする。いけない、いけない。そういえば、私、今日は昼勤じゃなくて夜勤だった。あははは。そんなに急ぐことなかった。仕事行く前にはちゃんと明日の分の家事まで済ませておかないとね。なるほど。ふう、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぞ。